はい、今回はまたウイスキーの動画になります。はい、今回ね、シーバスリーガル水なら12年というウイスキー、初めてフルボトルで買ってみました。はい、お値段の方はですね、アマゾンさんでだいたい3500円前後ですかね。はい、でこれは 700ml なんですけど、半分の 350ml っていうのもありまして、それは2500円ぐらいですかね。でもまあこれを買って、こっちの大きい方買った方が、お得だと思います。はい、でなんでこれを買ったかと言いますとですね、結構いろんな私動画、ウイスキーの動画見始めまして、で結構いろんなところで初心者の人にぜひ飲んでほしいとか、ウイスキー苦手な方にはおすすめのウイスキーみたいな動画が何本か YouTube に上がってるんですけど、その中で必ずこれが出てくるんですね。で結構買いやすくて、これ近所の酒屋さんで買ったんですけど、山崎とか響きなんかとは違ってすごくリーズナブルで買いやすい。以前紹介した響きなんてこんなちっちゃくて 50ml で3000円ぐらいだったんで私もその時あんまり知識なかったんですけど、えらいあれは高いなってやっぱり思いますよね。これ3000円ぐらいで、はい、買えます。はい、でちょっと開けてみましょうね。はい、よいしょ。おお、すごい。こんな形でこんな感じでございます。はい、ちょっと開封してみましょうか。ここか。これは飲み切れるかどうかが微妙なんだよ。本当に初心者にね、向いてるかどうかっていうのは微妙なんですよ。だから響きとかもブレンデッドウイスキーで美味しいなんて言ったんだけど、やっぱりそのアルコール臭いは臭いんですよね。はい、あとこの酒屋さんでウイスキーグラスもちょっと一緒にせっかくなんで買ってきましたね。はい、ちょっとこれ置いて、ちょっと飲んでしょうね。で、あとこれはブレンデッドウイスキーですね。モルトとグレーンの。アルコール度は 40% ですね。はい、あんまり香りはないかな。これくらいにしようか。そんなになんかこうお酒した、これが水ならっていうのはなんか樽の名前ですね。白檀って言ったかな、木の名前で。なんか別にそんな刺すような匂いとか、なんかお酒で臭いなーっていうのはそんなことないですね。これが木の香りなのかな。でちょっと飲んでみたいと思います。初心者にどうだろうな。これでの、お酒アルコール感はまあもちろんありますけど、この飲み込んだ時ふわっと出てくるのはすごいアルコールなんですけど、この飲み込んだ時の刺激は少ないですかね。確かに。で割とこう癖が確かに少ないかもしれませんね。まあ強いは強いですけどね、むせちゃうぐらいのことだから、空気と混ざるとやっぱりアルコールはすごいですね。でも飲みやすさから言ったら、以前紹介したチタ、あっちの方が甘くて美味しいかな。でもどうなんだろう。加水してみましょうか。少しね、少し。あ、ちょっと入れすぎちゃった。はい。この喉に入るときはそうでもないんですけど、この鼻から抜けた時のアルコール感はすごいな。これは匂いはそんなでもないんですよね。これ初心者におすすめかな。そうなんだ。やっぱりある程度お酒が飲める人かな。どっちにしても、本当にウイスキー初心者の人は、あとだから飲み方ですよね。
あのストレートはちょっときついかもしれません。あのトワイスアップとか水割りとか、あのハイボールとかそうした方がいいかもしれませんね。確かにお水入れると少しまろやかになるかな、やっぱり。この飲み込んだ後からふわっとこう出てくるのはものすごくきついですけどね。これが初心者向けなんだ。へえ。ちょっとでも私本当に初心者の私からすると結構きついですよ。あの40度とはいえ。チタちょっと出しましょうか。こっちの方がいいと思う。こっちの方がねやっぱ飲みやすい。ちょっとチタ飲んでみましょう。色は全然ねこっちの水ならの濃いんですけど、なるほど。あのねこっちの方が飲んだ時の刺激は強いですね。ただ飲み込んだ後のふわっていうのはすごく多い、なんか甘い香りがします。こっちは飲み込む時に刺激はないんですけど、水ならの方はこう空気と混ざって出てくるのがきつい。どっちかな難しいな。でもコスパとか考えたらそうか、こっちの方がやっぱ高いんだよね。これ180で1200円だもんね。だこっちチタの方が高いんですよねやっぱりね。だからコスパから言ったらこうなんです。こっちの水ならなんですけど、これがウイスキー初心者か。そうか、これまだ敷居が高いですねウイスキーはね私的にはちょっとお酒強い人でそのウイスキー始めようかなっていう人はいいかもしれませんけど、お酒弱い人とかでウイスキーはちょっとこれはきついかもしれないですね。もうちょっとまろやかな方が。私個人的にはこっちのが好きですかね、チタの方が。確かに味も違いますけどね。こっちはほとんどあの本当にあのまろやかだと思うんですけど、匂いから含んだ瞬間にね、あっと思うんですけど、ゴクッと飲み込んでふわっと出る香りがやっぱきつい飲み方でしょうね。それぞれ飲むんだったらチタの方が初心者向けですね。はあ、なるほどね。でもこれはちょっとハイボールとかちょっと違った飲み方、水割りとかでロックとかでちょっと違った飲み方していろいろちょっと楽しみたいと思います。はい、あの概要欄の方にアイテムリンク入れておきますので、あのご興味のある方ぜひ、ご覧になってみてください。はい、よかったらね、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、フォローの方ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回は初心者に、ウイスキー初心者に向いてるとね、あの評判のシーバスリーガル水なら12年のを飲んでみたという動画でした。ご視聴いただきありがとうございます。今回は以上です。バイバイ。